あ、どうもこいつです。今日はですね、ニューヨーク州シラキウスでですね、ボックスのラクロスの練習ができるよう、グランド探しの旅ということでですね、第1弾行ってまいりますので、それで行ってみましょう。レッツゴー。ボーイチャンネル。いいですね。いいです。これどうやっていきます。あ、ふわふわの雪だね。まだ降り始めやけど、昨日はギシギシの雪だった。たまに雪の結晶がついてる。かわいい。ちなみにこれがお家です。そう、レンタカー。レンタカーは2週間で10万ちょいだった。お家は1ヶ月500ドルぐらい安い。楽しそう。あ、そうか。まあ出発。はい、出発です。何の？その道は？その道受ける。今作りました。表がメディアでラクロス。ロゴが入ってて。後ろも。おお。カナダ、アメリカ。そう。日本。なんだっけ、イラホイ？イラホイ、そう、イラホイ。オーストラリア。まあ、僕が留学した先ですね。クロスドック。これちなみに繰り返すと。道のリバーシブルはこっち大道ラクロス。使い回すなって言いたくなるけど、これまだ非売品ですけど、欲しい人いたら全然言ってください。ボールも昨日30の箱ごと買って練習できるようにしたんで、毎日このボールたちで練習します。ディックスポーツ。何それ。なんかハイパーボルト中、マッサージ、フィッツする。結構最近、左の膝が出たくさん、全然。ちょっと体のケアもしっかりやらないとダメだなというところに行き着きました。3、2、1。3、4本外れた気がしたけど。あ、質問投げかけてくれる感じじゃない。質問投げかけてくれる感じ。どうでしたか？久しぶりの練習は。そうですね。結構こう、
久しぶりの練習だったんで、あの、まあ、特に下半身の使い方とか、あの、踏み込み具合を結構意識しました。動けた？そうですね。まあ、結構、いい感じに動けたんですけど、まあ、でもやっぱりまだ 100% ではないんで、なんかそこはもうちょっとしっかり練習してくれたらと思いました。なまってる？そうでも？あ、でも、持ってた以上に、その長距離フライトだとか、使えてたかなと思ったんですけど、そんなに別に、なんか劇的な鉛を張ったわけじゃないかなと思いました。だって3週間ぶりくらいの練習じゃない？そうね、そうね。まあでも。すごいね。まあでも、なんかまあ、なんていうか、指先のこう、使い方とか、体全体の使い方とかは、まあ、染みついてはいるけれども。まあ確かに、キレはあんまりないけど。なんかパワーを、最大の力を発揮するみたいな。結構まだまだ追い込みがいかるかなと思いました。左手のシュートを打つのも回線、肩甲骨をしっかりと引いた状態からテイクバックして速いシュートを強く打つっていうところ、右もしっかり、まあ、テイクバックした時 の, この回線のこ の, あの可動域をより、あの、大きく開くようなところを意識して、そこから思いっきり結構こう力強くこうコーナーを狙うようなシューティングを、まあ、かなり心がけたんですけど、やっぱりこう、まあ、長年野球やってたりバスケやってたり、あの、右肩ベース、左踏み込み重心で常にやってたんで、なんかそれはまだまだ左のこの回線から、まあ、シュートまで至る、まあ、体重移動まで含めて、なかなかもうちょっと課題感だなと思ったんで、この7年間先、やっぱり左手が使えるようになる。ってところを、結構課題として僕の中で挙げてるので、まあ、もうもはや左利きになれるぐらいのレフティの練習を、まあ、積み上げて、やっていこうかなと思いましたので、まあぼちぼち練習でした。はい。はい、お疲れ様です。